みなと。ここまではなんとかできた。けど、俺のチャクラはもう。俺には守らなければならないものがある。大切なものがある。守るべきものがある限り俺は最後まで諦めない。待って。私はまたやれる。引きずり込んで死ぬわ。そうすればこの先キュービの復活時期を延ばすことができる。今残り少ないチャクラであなたたちを助けるにはそれしかない。今までいろいろ。君が俺を四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の親にしてくれた。それなのに、ミナト、そんな顔しないで。私は嬉しいの。あなたに愛されてる。それに今日はこの子の誕生日なんだから。何より私が生きてて家族3人で暮らしてる未来を想像したら幸せだってこと以外想像できないんだもん。ただ心残りがあるとすれば、大きくなったナルトを見てみたかったな。クシナ、君がキュービと一緒に心中する必要はないよ。君の残り少ないチャクラはそのナルトとの再会のために使うんだ。君の残りのチャクラをすべてナルトへ封印する。八卦封印に組み込んでね。そしてキュービは俺が道連れにする。人中力でない俺ができる封印術は式封じ。でもあの術は実写が。それともう一つ、俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。そして戦略的にもできない。君を道連れにしたキュービの封印は復活まで人中力が不在となって比重バランスが崩れてダメだ。式封刃なら俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。だからキュービのもう半分は世界の変革と災い。その時の救世主が予言の子ですか。そしてそれが俺かもしれないと。ナルトに封印する。
八卦封印でね。君の言いたいこともわかる。でもジライア先生の言っていた世界の変革のこと、そしてそれに伴って起こる災いのこと、今日確信したことが二つある。君を襲った面の男、奴は必ず災いをもたらす。そしてそれを止めるのはこの子だ。人中力として未来を切り開いてくれる。なぜかそう確信したんだ。ミナト、でも信じよう。なんたって俺たちの息子なんだから。私たちの息子だからこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで四季封刃なんか。あなたにはナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに、なんで。美中バランスのため、国のため、里のため、ナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を捨てること、里を捨てること、それは子供を捨てるのと同じだよ。国が崩壊した君ならそのことがよくわかるだろう。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それに俺たち家族は忍びだ。俺が生きていたところで君には勝てない。母である君がほんの少しの間であってもナルトへ伝えられるものには俺なんかが太刀打ちできない。それは母親の役目だよ。これは君のためだけじゃない、ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。重いチャクラだと。封印だ。キュービをナルトへ封印する。儀式用の台座、わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。
しな。これは父親でもできる役目だって言ったのに。じゃあ母親ならなおさらでしょ。わかったわ。夫婦喧嘩で私が負けたのは初めてね。それだけあなたが本気だってこと。ありがとう、クシナ。ふんに、クシナと俺のチャクラを。よし、これでいい。クシナ、封印をやるよ。当分は会えない。今ナルトに言いたいことを言っておこう。ナルト、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。お風呂には毎日入って温まること、それと夜更かししないでいっぱい寝ること、それからお友達を作りなさい。いっぱいじゃなくていいから。本当に信頼できるお友達を数人でいいの。それとお母さんは苦手だったけど勉強や忍術をしっかりやりなさい。ただし得意不得意が誰しもあるものだから、あまりうまくいかなくても落ち込まないでいいからね。アカデミーでは先生や先輩のことを敬いなさい。ああ、それと大切なこと、忍びの参勤について、特にお金の貸し借りには気をつけること、任務金はちゃんと貯金すること、それとお酒は二十歳になってから。飲みすぎては体に触るからほどほどにすること、それと参勤で問題なのが女。母さんは女だからよくはわからないけど、とにかくこの世は男と女しかいないから、女の人に興味を持つことになっちゃうけど、変な女に引っかからないようにね。母さんのような女を見つけなさい。それと参勤といえばもう一つ、ジライア先生には気をつけなさいってばね。ナルト、これから辛いこと苦しいことたくさんある。自分をちゃんと持って、そして夢を持って、そして夢を叶えようとする自信を持って、もっと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 
ろんなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。愛してるよ。ごめん、私ばっかり。うん、いいんだ。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印。ごめんね、あなたを九尾の器にしてしまった。私たちの重荷を背負わせてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。愛情を注いであげられなかった。謝らねえでくれよ。俺は人中力だから、昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてねえよ。そりゃ親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。父ちゃんも母ちゃんもずっといなかったからよ。なんとなくしか。でも今は分かる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、俺の器にもキュービより先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。ミナト、聞いてる？私たちの思い、ちゃんとこの子に届いてたよ。ナルト、私を母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。私たちの元に生まれてきてくれて本当に。ラーメンばっかじゃなくて野菜もちゃんと食うってばよ。風呂は好きだから安心してくれ。温泉にもよく行ってる。それにいつもいっぱい寝てるしよ。つうか寝すぎぐらいだってばよ。友達に関しちゃいい奴らがいっぱいできたんだ。母ちゃんにも会わせてやりたかったな。ただ一人だけうまくいかねえやつがいいんだけどよ。勉強のことはまあ母ちゃんの予想通りだ。もちろん落ち込んではねえってばよ。アカデミー時代は先生や先輩といろいろあったけど、今ではみんな尊敬してる。忍びの三級はジライア先生に教えてもらった。確かに母ちゃんの言う通りの人だったけど、俺の忍びとしての生き方も教えてくれた。偉大な忍びだってばよ。俺は木の葉の忍者渦巻ナルトだ。夢は火影の名を受け継ぐこと。そんで先代のどの火影をも超えてやること。そんで父ちゃんよりかっけえ男になる。そんで母ちゃんより強え忍びになる。うわっ！何があった？うまくいったの？とにかくいろいろあって。いいよ。そうか、そういうことか。了解。お前の顔、今、了解。
一体何があったの？それは次の機会に説明するってよ。オーライ。え？父ちゃん、母ちゃん、俺を産んでくれて。ありがとう。